マーリー世界一、おバカな犬が教えてくれたことは、ジョン・グローガンのエッセイ、および、それを原作としたアメリカ映画。アメリカでは2005年10月に出版され、200万部を超えるベストセラーとなった。日本では2006年10月に、早川書房より出版。映画の続編として、マーリーに世界一、おバカな犬の始まりの物語が制作された。新婚のジョンとジェニーは、 子育ての予行演習として、ラブラドール・レトリバーの子犬を飼い、マーリーと名付けた。名犬として育て始めるが、マーリーは数々の騒動を引き起こす、おバカな犬になってしまった22匹の犬が、マーリー役を務めた。撮影は、マイアミ、ハリウッドで行われた。アメリカでは、アダム・サンドラー主演の、ベッドタイム・ストーリーや、ブラッド・ピット主演の、ベンジャミン・バトン数奇な人生、 トム・クルーズ主演のワルキューレなどと同日公開だったが3700万ドルを記録して初登場1位となった。公開2週目で1億ドルを突破。2014年映画の続編のテレビパイロット版が NBC ネットワークで制作されることが明らかとなった。テレビパイロット版はマーリーの子犬時代の物語となっている。監督とプロデュースは 映画版も手掛けたデビット・フランケルが担当、ジェニー・ビックスが脚本を担当する。ありがとうございます。